はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示室はこちらということで、届きました。バンダイナムコグローブ、はい、 DCD デジモン、アプモンデジモン20周年記念グローブモン勝又龍也様ということで届きました。グローブモン、さあどんな感じで入ってるんでしょう。これは前回なんと超有名サイン、直筆サイン入りのカードが当たったよということで、はい、ちょっとこれはまず俺の住所書いてないかな、大丈夫かな、大丈夫ですね。じゃん、アプデジコラボ。この度は DCD アプリモンスターズデジモン20周年特別プレゼントキャンペーンにご参加いただき誠にありがとうございました。厳正なる抽選の結果、見事ご当選いたしましたので商品を送付させていただきます。引き続き DCD アプリモンスターズをよろしくお願いいたします。ということで見ていきましょう。ドゥン、おーうわー、すげー、マジだ。なんかでもなんだろう、なんかいたずら書きみたい率直な感想を言ってしまうというね。じゃあ見ていきましょう。ドン、お、スリーブ入ってる。おー、内山由美、春、菊池心。あー、グローブもね、ガッチモンの声をやってるのが菊池心さんで、内山由美は春の声だよということで、多分書いてあるんでしょうね。どれどれ。スリーブからも取っちゃう。おー、すごいっすね。じゃあこのねカードが実際どこの場所にあったのか、ちょっと今隣に画像出して見てみましょう。こちらドン、どうでしょう、どこにありますかね。今全然自分は今撮影してるのは見えないんですけども、ちゃんとありますかね、同じものが。はい、ということで以上素晴らしいものが届きました。ありがとうございました。ということでね、アプモンシリーズこれからもレビューしていきたいと思います。再生リストもありますのでぜひご覧ください。それではまた明日。